ば減点しますよ。5番目、タイヤの残り溝は 1.6 ミリ以上あること。タイヤは車検が通る状態じゃなきゃダメですよ。車検が通らなかったら交換しますよ。もちろんいっぱいあったら貸してあげれますよ。その他、事故による修復力、損傷減価要因、改造工作等のないこと。事故があっちゃダメ。損傷減価要因というのはこれ何かというと、下回りが錆びてるとか腐ってるとかね、こういったね、車が損傷を傷んでちゃダメですよということ。この6つの状態、これを基本として良ければ加点、悪ければ減